今回は野志市長に9月補正予算の新型コロナウイルス感染症への対策を中心にお話を伺います。野志市長よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回は9月補正予算についてですね。はい、3月議会、6月議会、9月議会、12月議会とあるんですが、まあ、9月に行われていた9月議会で決定をした補正予算です。はい、新型コロナウイルス感染症への対策、9月補正予算では約33億3300万円、これでこれまでのものを含めると総額で約623億5000万円ということになります。はい、思いは感染拡大への備えを徹底して市民生活を守る、地域経済を守るというものです。大きく4本柱ありまして、はい、1つ目の柱が感染拡大防止と検査体制の強化、2つ目の柱が地域経済対策、3つ目の柱が市民生活の支援と新しい生活様式への対応、4つ目の大きな柱が学びの保障となっております。赤の文字で C 独自というものが目立ちますけれども、皆さんの声をもとにさまざま作った予算ですね。はい、はい、では中を詳しくお願いします。はい、今日は1つ目をこの中身をご紹介をしていきます。はい、1本目の柱がまず感染拡大防止ですね。検査体制を強化します。松山市の医師会さんと連携をいたしまして、地域外来検査センターを設置をいたします。これまでは対策チームを作って、またドライブスルー方式での検体採取というのをしてまいりました。これまでの体制を強化します。厚生労働省の流行予測では、感染が拡大すると患者さんや濃厚接触者など1日最大180件の検査ということが予測されております。そこで新しく地域外来検査センターを作りまして、最大60人の検体採取ができるようになります。これは従来の2倍ですね。これまで保健所がやっていた業務の一部をこちらの地域外来検査センターでやるということになりますね。で、残りは医療機関や保健所で対応すると。で、こちらではセンターでは検体の採取の調整、検体の搬送、結果の連絡などをすると。保健所では患者への聞き取りですとか、クラスター対策ですとか、入院などの調整ですとか、 PCR 検査、こういった業務に専念できるようになると。役割分担をする、相互連携をして効果的な感染対策をしていくというものですね。はい、そして感染拡大防止でお子さんや妊婦さんについてもお願いします。はい、こちらですが、幼児健診を集団から個別へ変更をいたします。安心して適正な時期に健診を受けられるようになりますよと。10月1日からですね、1歳6ヶ月児健診は平成30年12月生まれの方から順次ご案内を、3歳児健診は平成29年1月生まれの方から順次ご案内をしていきます。9月末までに集団健診を受けていない方も対象になります。市から皆さんのところ、小児さんのところに案内を送ります。そして皆さんの方で受診の予約、小児科や歯科にしていただいて受診をしていただく、結果によって連絡をさせていただきます。発達相談、育児相談などに応じます。感染を予防しながら子育て、また出産ができる環境を整えていきましょうというものですね。感染症の影響で里帰り出産というのがちょっと難しい、そういった方も出てきています。民間の育児支援サービスの利用の費用を補助しましょう。またオンラインで育児の相談や講座を受けられるようにしましょうというものですね。そして衛生用品というのもまだまだ必要ですよね。はい、保育所、児童クラブですが、感染を防ぐために必要なマスクですとか消毒液ですとか空気清浄機など、こういった衛生用品や備品の購入費を支援、松山市がいたします。また小学校、中学校ですけども、学校の要望に応じまして消毒液や非接触型の体温計など衛生用品を購入したり、また換気に必要な備品、サーキュレーターって言います。見た目は扇風機によく似てるんですが、はい、人が涼を取るのが扇風機で、空気を循環させるというのがサーキュレーターというものですね。はい、換気に必要な備品を、購入を支援していきます。長期的、こちらも睨んでですね、長期的に3密回避など感染症対策を徹底していきますよと、子どもたちが安心して過ごせる環境を整えていきますよというものです。そして続いてが2つ目の柱です。はい、2つ目の柱もですね、これからフィリップ3枚続いていきます。はい、資金繰りの支援ですが、中小企
企業さんの資金の融資ですね。松山市独自の利子なし信用保証料無料の融資枠というのを拡大をいたします、はい、今後の市内の中小企業の資金需要に対応していきますよというものです。これまでも融資枠は過去最大の330億円だったんですが、はい、これを50億円増やしまして380億円といたしました。貸付の上限額は1000万円ですね。で、償還期間7年以内としています、申し込みは伊予銀行さん、また愛媛銀行さん、愛媛信用金庫さんに、お申し込みください。またこちらは引き続きになりますが、個人事業主などへの支援の資金ですね、無利子です。内容は貸付の上限額は100万円、償還期間は7年以内、こちらは市役所の地域経済課までお願いをいたします。また地域経済対策といえば観光についてはいかがでしょうか。はい、こちらにあります新しい観光スタイルとしまして、はい、やはりこう感染のリスクを避けようと自家用車を使った近距離旅行、マイクロツーリズムが増加するのではないかなというふうに見ています、はい、そこで道後温泉地区ですが、歩行者の安全対策と景観の整備をしますよと、交差点や路側帯の、まあ、さらに整備を、また歩きやすくですとか分かりやすくてカラー舗装や石張りをしますよ。こうすることで安全対策にもなりますし、観光ルートが見える化しますね。あ、はい、このルートを通っていくんだな、分かりやすいです ね、はい、そういったことから回遊性をアップする快適な街歩きをというものです。また授乳室、椿の湯の1階に授乳室を整備いたします。こちらは飛鳥の湯の中庭から出入りができるというものですね。またこちらも人気になってます松山城ですが、松山城天守の新しい VR 仮想現実バーチャルリアリティの映像を作ります。難攻不落の松山城を疑似体験できるというものですね。楽しそうで気になりますね、はい。そして続いては農林水産です。はい、2つ目の柱の3つ目のフィリップです、はい、農林水産業の振興、生鮮食料品など消費を拡大していきたいという思いですね。史上初お得なキャンペーンというのをいたします。青果、はい、市場、柿市場、水産市場、3つの市場がありますが、3000円分が4割引きの1800円で購入できますよというものです、はい。3つの市場それぞれ先着順の1万セット、対象は松山市在住の方、応募は12月からの予定で購入は1月からの予定です。また魚を取る方、漁業者の方もですね、飲食店でのちょっとお客様が少なくなっているということで、はい、やはり安心安全な食の提供を継続していきたいということで漁業者さんへの支援をいたします、はい、生産性を高める資機材や漁具などの経費を支援いたします。大口と小口がありまして、はい、魚群探知機など大口の資機材の導入については漁業者は50万円、漁協に対しては200万円が上限で2分の1以内の支援、また釣り針など小口の漁具等の購入は上限漁業者が2万5000円で2分の1以内の支援となっています。また漁場を保全いたします監視、海岸清掃など活動経費も支援をしていきます。そして3つ目の柱です。はい、市民生活の支援だったですね。3本目の柱は市独自でいたします、国の特別定額給付金の対象にならなかった、基準日が4月27日ですので4月28日以降生まれた新生児を対象に1人当たり10万円を給付するというものです。出産というのは普段でも大変だと思いますが、コロナ禍で感染防止にもより気を使わなくてはいけなくなりました。里帰り出産したいんだけどもなかなかしにくくなった、またお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんの手助けもなかなかコロナ禍で受けにくくなっている、平常時とは違った負担があると思います。今年の4月28日から来年の4月1日までに生まれた同じ学年ということになりますね、はい、出生時から継続して松山市に住民登録をしている新生児が対象になります。世帯主へ松山市から10月中旬に申請書をお送りいたします。申請書に必要事項を記入して返信をいただくというものです。そして市民生活の支援の後は新しい生活様式への対応です。はい、やはり家庭での時間が増えています、はい、ですから家庭用の水道の使用量も増えています。松山市は節水
水をね皆さんにお願いをしておりますけども、はい、新しく浴室用の節水シャワーヘッドへの助成を開始いたしました、はい、これは金額は購入価格の2分の1上限3000円ということになりますが、受付が10月12日から来年の3月31日までです。予算額到達までですね、これ厚生労働省の新しい生活様式でこのように書いてますね、はい、感染予防で日常生活に取り入れたい実践例として、家に帰ったらまず手や顔を洗いましょう、できるだけすぐ着替えましょう、シャワーを浴びましょうというふうに言っています、はい、この節水のシャワーヘッドを使うと 30% 以上の節水ができるんですね。節水ができるということは電気ガスも温めるために使ってたりしますから、はい、その節約もできるという狙いがあります。またこれ再びですけども、節水型のトイレへの改修費の助成も10月1日から再受付スタートいたします。これは洗う水の量や台数によって1万5000円から3万円額が違うんですけども、助成をしていくというものです。新たにまだ予算を確保したので再受付スタートということになりますね。ではおしまいの4つ目の柱をお願いします。はい、学びの保障ですね。感染症対策など教員、先生方の負担が増えていますよね。そこでスクールサポートスタッフという存在がいるんですが、追加配置いたします。スタッフ16名を追加配置いたしまして、中学校8校だったのが29校、21校分増えるということですね、プリントの印刷などを行って教員が児童生徒への指導や教材研究などに専念できる環境を作っていきましょうと。また学習アシスタントの活動時間を増やしていきますよ。感染拡大の防止で臨時休業をしましたよね、はい、児童生徒への学習支援を充実をさせていきたいという思い、希望する小学校37校中学校2校で、活動時間これまで約1万8600時間だったのを4600時間増やして約2万3200時間にしていきますよということですね、はいはい、また学校の楽しみな行事の一つといえば修学旅行ですよね。そうなんです。この修学旅行もやはりコロナで影響を受けています、はい、修学旅行というと子どもたちの貴重な学びや思い出になる場面ですよね、はい、で例えば延期や行き先を変更した場合のキャンセル料っていうのが出てしまいますけども、保護者の皆さんの経済的な負担を軽減しましょうということで予算を組ませていただきました、はい、また安全を最優先した旅行ということで、例えば3密を回避するために貸切バスを増便した追加経費を支援しましたと、対象の学校に直接補助金を交付しますという予算が成立をいたしました、はい、新型コロナウイルス長くなっていますが、まだまだ油断はできないですよね、はい、接触確認アプリと松山市の公式 LINE というのがありますけども、自分を守り大切な人を守り地域と社会を守るためにインストールをお願いをしています、はい、登録すると感染者との接触をお知らせする厚生労働省のアプリココア、はい、また愛媛県の愛媛コロナお知らせネットっていうのがありますが、濃厚接触者が早く分かるですとか感染拡大を防止するっていう利点がありますので、はい、ぜひインストールしていただいたらと思います。また新たに松山市の公式 LINE を始めました。さまざまな機能がありますけども、最新の新型コロナの情報配信をしたりですね、また防災やイベント、子育て、健康、職員採用、観光物産、障害など選んで受け取れる受信設定ができたりとかね、つばきネットの施設や図書の予約ができたりとか、さまざまな機能がありますのでぜひ登録をしていただいたらというふうに思います、はい、コロナの情報はもちろんなんですが、松山市政の情報を LINE で受け取れるっていうのは手軽で身近でいいですね、はい、この広報番組もしっかりなんですけども、はい、広報誌もしっかりですし SNS もしっかりですし、いろんな情報を発信ツールがありますけども、それぞれの得意分野がありますから、いろいろ組み合わせてね情報発信をしていきたいなというふうに思います。例えば道路の異常を簡単通報、 LINE を使って写真、またどこで撮ったかっていうのもね簡単に送れますから、そうですね、そういうのもねやっていきたいなということで今回作りましたので、ぜひ登録をしていただいたらというふうに思います、はい、今回も視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました。